教えてあげようかな。私じゃないでも、はい、本当に私じゃない。じゃあ犯人呼んでくるわ。ちょっとちょっと待ってて。ここで待ってる。うん、時間。いや早い。早いよ。そういうこと言うと来ないんだよな。そういうこと言うと来ないんだよな。いやめちゃくちゃ来てそう。2人いるぞ。2人に切られてる。オーバーキルされてる。同時キル。同時キルだね。サマー見ろってんだよ。あ、え、あ、どういうことですか、サマー見ろとは。ハッちゃん？ハッちゃんどういうことですか？ハッちゃんどういうこと？え？あんた！あいつサマー見ろって言いながら。こいつ絶対イビルゲサだよ。そういうこと？イビゲじゃない？イビゲで。イビリフとかはないよね。いやいや絶対イビゲ。え、だからサマー見ろって言いながらレポートするってアホやん。え、でも2回切られてんだよね、これ。そうだよ、だから近くに切られたらいる。でも、でも通報はアルマさんだったよ。キミロイだったよ。セットアルマを見た人います。どうなってんだ。見てない。あ、見てない。俺、シウネさんとしかついてる。一緒にいるところにインポスター2人いて、一緒に切っちゃって、で、2人死んでザマミロって言ってたんじゃない。え、でも、そしたらセットは、セット、10枚と。だからセットにダブルキルが入って、アルマが恋人かなんかで死んだんじゃない。セットの。そういう。あれじゃないですか。もしかしたらハッちゃんがペンギンに連れ回されてシェリフで切ったとか、そういうあれじゃない？おー、ありそう。アルマさんとかを、それは、うん、それでザマ見ろか。アルマさんとかをこう切ってザマ見ろって言ってシェリフ付けして撃たれたとか。そうだから、シェリフいるならそういうことか。あー、でもあれか、イビルゲッサがいたら撃たれるのか。あ、でもこの会議では撃たれない。この回は撃たれないから大丈夫。いやでも、いや、そうか、じゃあシェリフ、まあ次の会議で撃たれるかもしれないけど。あ、そうだね。だ次はもう会議をしないっていう。ハッチは誰に連れ回されたそうてなの、それ。アルマ？アルマ、ハッチが誰レポートしたんだっけ？アルマじゃない？ハッチはでもしたら、いや、レポートそれって瀬戸誰が2人きり。そうそう。あ、そうだ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 よ。おかしいから。なんだこれ？波動砲は撃たれてないの？あ、瀬戸が。あ、違うか。いや、波動砲撃たずに。ダブルキルじゃなかったとかじゃない？普通にバグで2人拾いされたとかないの？え、どうだろうな。基本ダブルキルだと思うけど。え、いやだからさ、普通にハッちゃんがイビゲなんじゃない？その場合ザマー見ろって言って通報しかねそうだよな。ダサすぎるよな。通報するのが意味わかんねえんだよな。じゃあやっぱシェリフで連れ回されて、ハッちゃんシェリフでハッちゃんの近くにもう一人いて、それがイビゲだったんじゃない？え、でもそうすると瀬戸がね、2回切られた理由がわかるよ。確かに。そうだよね。だよね。え、波動砲チェッカーって普通に切れるんでしたっけ？あ、待って、中野アルマさんとアルマともう一人が瀬戸を2枚切って、ハッちゃんがアルマさんを、そうだ、ハッちゃんがそうだ、アルマを切って、ハッちゃんの横にいた人がハッちゃんを撃ったしかないよ、これ。じゃあ、でも待って待って待って、ペンギンって切れない。いや、違う、だから切れ回さないと切れないから、切ったのはだから瀬戸だけでしょ。うん、アルマと誰かが瀬戸を切って、難しすぎる。難しいね。どうでもいいな、どうでもいいな、こんなのどうでもいいな。普通にポンズのやつっぽいよね。いや、メイヤさんは違うってのわかるけどね。メイヤさんはバーガータスクジョンブレラカーなので、そちらの方チェックしてください。え、何？やめろよ、きつい。バグもありえるなと。あおれ、あれいたよ、メイヤさん。おろ、阿部ちゃんも死んで、メイヤさんがね、宿舎エンジン館のあの長廊下のちょ、うん、ちょいエンジン寄りぐらいで死んでる。長廊下エンジン寄り、はいはいはい、なるほど。
チャゲポヨシロ。これはちょっと関係ないかもしれないんですけど、この前にキッチンで最初に弁当タスクやろうと思ったら、デキデンってなったんだけど、誰も出てこなかったから。デキデン？ああ前日じゃ弁当入ってくる。前日に誰かいたっぽい。なるほどね。うんうん、そのセンサーは。なるほどね。ああ、これしなくてダメなんだっけ？いや、どうする？まあしてもいいけど。もうなんかバグに散らかしてるね。そうかな。あ、これバグなのか。それつぶやめとこう。まあ、とりあえず皆さんそこで死んでます。エンジン縮尺か。なるほどね。誰が神様直したの？ポンズ野郎と私です。あ、ポンズ野郎です。はい。うん、波動砲の音聞こえず死んでると。エンジン宿舎の間だったらミサトランはできなさそうな気するけどな。竹尾さんとメイヤさんが武器庫を上に上がってってったのは見たかな、うん、ああポンズってどっから入ってきたっけ。てるから、ああなるほど、俺武器庫から入ってきた。武器庫か。ああポンズはねその前にね展望だって。ポンズさんは無理だと思うな。その後夏ピョンも来たよね。展望どっから来たの。うん、展望アップロードはいや普通に武器庫側から行ってる。影丸夏ピョンポンズ。ポンズすれ違ってんだ。ああすれ違ったっけ。ポンさんアップロードして、あ、ダウンロードしてからアップロードしてるとこまで見てるよ、ポンさんが。ああ、じゃあいるわ。じゃあそこ。はい、うん。いただつって。うん。で、影丸は、ダウンロードは別の場所で多分やってて、アップロードだけしに来てる。覚えてねえや、普通。まあでも、無理そう。で、ポンズ、影丸、夏ピョンの順で展望デッキは出てる。影ピだけはできないと思う。ね、しゅうねさんと詩人がアーカイブ空きっすね。うん、そうだね。詩人さんが下にシャワー側降りてってるからどこ行ってるかちょっとわかんない。どこ行った？これはシャワーからのメインにいる。今は？今メイン。あ、本当。おシャワーからメイン。シャワーに降りてってタスクをやって、うんうん、メインで通報入ったみたいな。ちょっと移動経路短い気はしちゃうけど、まあまあチャゲさんはどっからどう行きました？でもチャゲさんはね、メイヤさんキルは無理。コミュサボなってる最中にシャワーのタオルタスクやってたからキルクル的に無理だと思う。うん、うん。シュネさん貨物の方ですね。そう。ですね、うん、僕はですねメインで阿部ちゃんと湧いて、なんか波動砲ジャッカルって切れたっけみたいな話をシャワーでして、僕がタオル集めつつ途中でメインホールの配線のところでハンバーガーを組み立てシャワーの方に行って、あのまたイビゲいたらやばいですよ。あっ。お兄貴は？撃てるもんなら撃ってみな。僕はエンジンからメイン行ってるよ。やばい、わかんない。シャトラとかあんのかな。エンジンないよ。エンジン金宿舎の間で切って金庫まで行って飛んでこってからないよ。あるかない。あエンジンわかんねえな。じゃあ犯人教えてあげようか。私じゃないだろ、本当に私じゃない。じゃあ犯人呼んでくるわ。ちょっとおぉ、呼んでこれる。ちょっと待ってて。呼んで待ってる。うん、刺激的。やっちゃっ あ生きてる。ミーティングアーカイブシャワー診察ミーティングアワーあーあミーティングあれあミーティングあ相当縛れるぞ。ミーティングアーカイブシャワー診察に1がついてました、うん、はいミーティング私ミーティングアーカイブかな。ミーティング1アーカイブアーカイブはいアーカイブアーカイブ私キリ入ってないわ。アーカイブかシャワー僕で影丸もアーカイブら辺にいるはず。うん、いつのタイミングのそれアドミン。波動砲光ってる間、波動砲鳴ってる間か。はいはい。ずっとコックピットで、7、8秒前だと思うよ。ランちゃんとポンちゃんがラウンジにいた気がするぞ、俺は。いつ？所定俺貨物で湧いたんだけど、うん、貨物で湧いてトイレの前通ったらランちゃんが立ってて、姿は見えないんだけどポンちゃんの声が聞こえてた。え、ごめん、これ波動砲ってどこっすか場所？わかんない。ラウンジの方では見えなかった。そう、わかんないけど、コックピットにいたからアドミン見てて、うんうんうん、ミーティングに1があって、アーカイブに1、うん、シャワーに1、診察1で、残りがラウンジっていう感じで、ラウンジが3人か4人ぐらいいた。そのタイミング多分、シーン、そうだね。そう、シーンさん多分アーカイブなんだけど、アーカイブの方面に飛んでこなかったから。うん。で、なんか避けた時に、詩人さんが一緒にいたから、詩人さんではない。あ
あと影丸もアーカイブ方面になんか抜けてった後、影 P 竹尾さんアーカイブからラウンジ行ってラウンジ上の配線やって下がるときにランちゃんが来て、うん、でランちゃんがついてきて僕を先行して空いてるトイレの方に近づいたら夏ピョンが見えたんですよ、うん、そしたらランちゃんがキャーって言ってこのボタンが入ってるんですけど何があったんですか、うん、普通に死体があったから僕はポンズさんが死んでて周りに誰かいるかな、え、影見えてなかった、あーなるほどね、まあ、俺はねあのギリギリ見えてない夏ピョンが見えただけ、トイレの中見えてない、そのバイタルは誰なの？そう診察室に位置ついてて、最後貨物の方に入ってるはず。僕。あじゃあナスピョンさんできないじゃん。じゃあナスピョンじゃないのか売ってんの。うん、おお。でも普通に僕がインポスターだったらあれじゃない？できるんじゃない？僕がイビゲとかだったら波動は全く違うことでポンズさんがラウンジで死んでるわ筋が通るから。やばいかもこれマジわかんない。え波動砲ってどこで撃たれたってなってるんでしたっけ？ラウンジじゃない？おそらくラウンジ？話的には。そんな小規模なの？え違うの？でも多分ラウンジで撃ってたとしたらなんだけど、ラウンジで撃ったとしたら多分右側に撃ってると思うのね。予想だけど、うんうんうん、あのアーカイブの下の方とかに来てなかったから、ラウンジで撃てる範囲で左に飛ばしてる感じじゃなかったの。だから右に飛ばすって結構規模小さくないと思っちゃう。ランちゃん。いや違うか。でも私目線はなだけどさ。うんアーカイブからさ、アドミン見てきた、あ、これ私みたいになるじゃん、これ違うのに危ない怖い、怖いお前かなつけん、お前だな見える今のお前か見れるか言えよ気がいい本当はもう言ってないからいいんじゃない本当はでしょ本当はえ俺は普通に革命やばいよ、来ちゃうよ、大丈夫くるくる、危ない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 急いで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 回して回してあーうまいあー強かったあーった革命家がひっそりと追加勝利し革命家がひっそりとくそー革命家がひっそりやりましたラビちゃんのポンズ殺しの波動砲マジ面白かったねあれポンちゃんだけに撃ったのってことはそうあのやばいよ殺意すごすぎる乾杯です殺意すごすぎるだろ乾杯ですちょっとおかわやいきます専用です。すごい。専用法。トイレの中で連れてくるから待っててって言われたから犯人を入って。だから俺電話なのかなって思って誰か連れてくるって思って。おめえが犯人じゃねえかと思ったらあの音が聞こえ始めて。あ波動砲だったんかこいつって思っておいと思ってそのトイレの方に波動が飛んでくると思って下に降りてったら下に波動砲が来て。うますぎる。うまっ。マジでうまかった。うますぎる。余計先読み殺されました。余計先読みの元。あれちゃんと狙ってたの。もちろん狙ってました。勝ちだなそれ。狙ってる人だろお前。どうやら狙ってねえな。狙ってなさそうだけど俺はずっと見てたけど確実に狙ってた。おお。マジで。この反応が最高だったもん。いいえうまーいや見てえなーそれマジでねえ影丸